皆さんこんにちは。昨夜です。いつもご視聴ありがとうございます。またチャンネル登録をしていただいている皆様、動画作りの励みになっております。ありがとうございます。本日ご紹介するレクリエーションは、プラバンでアジサイ作りです。プラバンでと申し上げましたが、えー、ダイソーにプラバン売ってますけれども、実際にプラバンを用意しなくても作る方法があるので、今日はそちらでご紹介していきたいと思います。 このような透明のお弁当の蓋、えー、よく皆さん、スタッフとかあのお弁当を食べると思うので、そういったものを取っておいて、ゴミとして捨て,らゴミとして,捨てるのではなくて、えー、リサイクルして使っていきたいと思います。今回使えるのは、ちょっと見えるかわかんないんですけど、このようにプラ、四角って書いてあるやつですね、のものです。これは、えー、ちなみにここ一 の蓋になりますあとココイチの内側に入ってた、えー、ルーを押さえてるふたですねこれもプラがついているので使いたいと思いますそして、えー、揚げ物なんかをよく入れてもらうものこれもプラがついているので使っていきたいと思いますでえっと平らな部分しか使えないので文字が押されているところやでこういったデコボコしたところは使えないので平らな部分をまず切り取っていきます でえっと、使う時の注意点なんですけれども、あのー、油性ペンであればこのように塗っていただいて平らなところは切って使うことができるんですけれども、えっと、水性ペンだとこれ弾いいてしまいますよねなので、えー、もし水性ペンとか色鉛筆とかしかない場合にはヤスリなどで削っていただいてから洗い流してきれいに拭き取ると 表面がざらつくので、えー、塗ることができます水性のもので塗ることができますただし、えー、出来上がった後にですね、えー、マニキュアのトップコートなどで、えー、カバーをしていただく必要がありますそれでは、えー、まず切り出していきましょう、えー、使えるところの切り出しが終わりました、えー、そうしましたら白い紙にこのように、えー、紫陽花と葉っぱ を描きます。これを下に引いて上からペンでなぞっていきますで、えー、先ほども触れたんですけれどもこのようにちょっとわかりますかね爪やすりで私はダメージ加工を施しましたで、今日私は水性ペンを使っていくんですけれども、えー、緑はちょっと弾いたのでダメージ加工を施した方で葉っぱを作っていきたいと思います で、えー、紫やピンクは弾かないでいけそうだったので、えー、このまま、えー、描いていきたいと思いますで、えー、その後オーブンでこの後トースターで焼いていくんですけれどもちょっと小さくて分かりづらいんですが、えー、こちら側が、えー、プラスチックの状態ですねでこちら側が炙り終わった状態です だいたい四分の一ぐらいに縮みます。で、縮む代わりに厚みも4倍ぐらいになります。ので、えー、最初の元の下地の絵ですね。これがまあ四分の一に縮んだぐらいが出来上がりだと思って、えー、この絵は作っていただければと思います。 今色を塗って形に切った状態が出来上がりましたここまでできたらアルミホイルを少しくしゃっとしてそこにこのようにつながらないように当たらないように、えー、距離を置いておきますでこれをトースターで焼いていくんですけれども、えー、注意点がまず一つが、えー、ご覧のような感じでアルミは少しくしゃっとしておいた方が貼り付きにくくなります でもう一つが、えー、オーブントースターであれば数十秒で焼けてきます。で焼けるとどうなるかというと一度こうくにゃりとする感じがあってそこからどんどん縮んで硬くなります。である程度硬くなって形が固まったらそれ以上はもう動かないんですがそこからさらに熱してしまうと今度溶け出してあのー つながってしまいますのでその固まった瞬間を、えー、に取り出すのが重要です。で私は、えー、オーブンレンジを使っていてあの回転式のものなんですけれどもそのような、えー、とあらかじめ予熱をしておかない場合には、うん、2分ぐらいで多分できると思います。時間はあくまで目安なので、えー、先ほど申し上げたようにくにゃりとしてから固くなるまで、えー、を、えー、よく見ていて。 硬くなった時を出していただければと思います厚くなるので十分に注意してくださいで、焼き上げがすぐ終わってしまいますので準備をしておくものがあります2つですね1つがスポンジ何でも構いませんスポンジであればでもう1つが爪楊枝になりますこちらを用意した状態で焼き上げを行ってください 焼き上げが終わりました。終わりましたらすぐに花びらをスポンジの上に置いて、爪楊枝のお尻の部分、お尻の部分で。花びらの中心を押していきます。固くなった後はできませんので、えー、火傷には気をつけながらやっていきます。 葉はいい感じに沿ってくれたので、えー、そのままにしてあります。このような感じで、えー、出来上がりました。ちょっとオーブンがうるさくて申し訳ありません。ちょっとオーブンがうるさくて申し訳ありませんでした。す、え、べ、ー、ての花びらを花びらと葉っぱをこのように仕上げていきます。はい、焼き上げが終わりました。 えー、あとどう使うかは自由なんですけれども例えば紙などに貼っていただいたり陶器の花瓶などにグルーガンで貼り付けていただいたりあとは、えー、もっと大きめに作っていただいて焼く前にパンチなどで穴を開けておくと、えー、紐を通せる紐などを通すことができるのでキーホルダーなどにも使えますそれと最初にもお伝えしたのですがえー、水性の インクなどを使ったり、色鉛筆などで色をつけた場合には、マニキュアのトップコートを塗っていただくと、えー、色落ちしないし、えー、艶も出るので綺麗になります。はい、今日はプラ版で紫陽花作りのご紹介でした。本日もご視聴ありがとうございます。